皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もフィファの情報を紹介していきます。はい、ということで以前も紹介したタイトルアップデート、グランダーパスが、インターセプトとかブロックの後に、選手がボールを保持する可能性が高まったというものが、反映されたみたいですね。この変更はグランダーパスがインターセプトまたはブロックされる頻度には影響せず、インターセプトブロック後の結果にのみ影響しますということで、内容は以前紹介したような内容ですね。結構その辺実感されている方も多いみたいですし、なかなかいいアップデートになったんじゃないかなと思います。はい、続いて3次更新いきましょう。まずはフューチャースターチャレンジ4来ました。こちらにもちろんトークン入ってます。内容としては自分も組んでみましたがこんな感じでした。そんな難しくはありませんし、選手がねある程度いるという方はコイン不要でね、作成可能だと思います。作成費用は一応9000コインぐらいとなっておりますので、選手いなくという方は少しコインを使って、選手を集めるのがいいんじゃないですかね。はい、続いてフューチャースターリユニオン選手ピックということで、4名のうち1名が獲得できる選手ピックなんですけど、こちらの内容なんですけど FUT19 以降で過去にフューチャースターに選ばれた選手が今回出てくるんですけど、つまり、FIFA19 以降20、21、22、4作品でフューチャースターに選ばれた選手の中からFUT22 でスペシャル選手として登場している選手のうち4名が出てくるんですけど、そのうち1名が獲得できるっていうことですね。これ意味わかるんかな。なので過去の作に登場したフューチャースターがそのまま来るっていうわけじゃないですね。意味わからないという方はコメントください。こちら再挑戦可能になってますね。期間は3日間となってます。はい、私も組んでみました。自分は手持ちで何とかなりましたが、レートが85とあと黒選手が2人いるみたいなんで、その辺、持ってる方はコイン言いませんが、持ってないという方は、一応12万コインとまあまあ高いので、ある程度選手揃ってる方はやった方がいいですかね。全然いない方は、コイン余裕あればやってみてもいいかもしれないですが、はい、その辺は皆さんのご判断というところです。はい、ということでせっかくなので、この動画で引いておきましょう。はい、もらえましたと。どういうね、選手が結構対象いそうだけどね。過去作でしょ、たくさんいそう。行きましょう。はい、誰来る。おお、ほうほう、なるほど。クルセフスキー、このルールブレーカーだっけ。で、クロラフォン、ウィンターワイルド、ティアニ、このアリはなんだっけ、決勝トーナメントの1とかのやつか。はい、クルセフスキーいいね。逆足スキル4、なるほどね。ラホンはあれかな、能力的にはちょっと低いのかな。はい、でティアニね。今アディダスのレギロンいるからな、サイドバック。普通に考えればティアニなんだけどね。で最後隣か、間違えた。ちょっと能力は低めか、84だもん。いいじゃん。ミッドハイだったね。クルセフスキーかトナーリかどっちかだな。価格だとどっちが高いんだろう。トナーリの方がちょっと高いか。これトナーリにしよっかな。はい、ということで一応トナーリにしておきましょう。はい、ということでピック引いていったんですけど、再挑戦可能になっていたんですが、なぜかもう一回できませんでした。ここに書かれているのが、時計のマークと1日15時間という風になっているんで、また1日と15時間後にもう一回引けるっていうことですかね。多分そのように自分は解釈しましたが、どうなんでしょう。おそらくそのような感じだと思います。はい、そして最後が、ミッドまたはプライムアイコンアップグレードの方が来てます。はい、内容としてはレート84から86までとなっていて、黒選手は左側の84と85のところに必要です。なので2名ですね。価格としては、41万となっています。どういう選手が出るかわかんないですけど、いい選手が出れば41万なんかね、もうしっかり元は取れると思うので、やってみてもいいかなといったとこです。本当運次第。はい、ということで今回は以上になります。フューチャースターチャレンジ4からやっていくのがいいですかね。で、余裕があれば、リユニオン選手、こちらをやるといいんじゃないでしょうか。はい、ということでこちらのチャンネル、このようにほぼ毎日 FIFA の情報を紹介しておりますので、
ぜひ興味ある方はチャンネル登録お願いします。ちなみに春以降はサブチャンネルの方に移行しますので、また後々ね、そちらもチャンネル登録お願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。